おはようございます。今日も最高に楽しみます。練習行ってきます。はい、練習終わりました。塩に食べて帰ります。おはようございます。今日は公式戦の、全社予選になってます。今日も最高に楽しい一日にします。いえ、何の自信
近いな。念願の。いやまた今日帰ったら飯はないっすね。多分俺が作る羽目になる。すごい匂いするな。カレーはないわ。絶対お菓子買ってるやついるな。絶対お菓子買ってるやついるんだろ。それいる？じゃあ声作ってみようぜ俺。絶対お菓子買ってるやついるんだろ。なんだっけ？誰？お菓子買ってるやつ誰や？リンゴジュース、ナッツ。え、食塩入ってるやん。無塩じゃなかった。まあいいや。水。アメリカンダック大好き。アメリカンダックって。はい、今試合終わって和歌山に帰ってきました。まあ今日の試合勝って全社の出場権を獲得しました。まあ公式戦も久しぶりだし、まあ11人で紅白戦もできてない中で、まあ自分たちでうまく合わせながらやってって前半のうちにちょっと時間はかかりましたけど、まあ1点取れたのはすごく良かったかなと思います。個人的にはまあ、ボールを持つ時間がすごく長かったので、攻撃時のポジショニングだったり、まあ、あとはパスの選択、まだまだ課題があるなと思います。まあ、より前の選手が楽に攻撃できるように、ポジションとかボールを運んだりとか、まあ、パスも含めて修正していきたいと思います。まあ、守備の部分はどうしても、切り替えの部分が多くて、まあ、リスク管理のとこが少し前の選手含めて前がかりになっていたので、前の選手動かして、まあ、リスクを未然に防ぐというのを。まあ、来週もまたリーグ戦ではないんですけど、国体の予選があるんで、しっかりその受けて準備していきたいと思います。実家からホームベーカリーを送ってもらったんで、いざパン作りしていきます。この辺は、パンを作るためだけにアマゾンで買いました。まず水を入れます。水エキスバージンアンドオイル。ドライイースト 3g ずつ分かれてます。これ水に当たらないようにドライイーストは入れるらしいです。これで明日の朝6時にセットができたんですけど、YouTube で月曜日のルーティンを今上げてないんで、インスタに、まあ写真とか、なんか、こちら、載せたいと思うので、気になる方はインスタのチェック、お願いします。